皆さんこんにちは。あなたは夜の営みをたっぷり楽しめる彼女を作りたいですか？心がつながっていれば体の相性が合わなくても別に気にしないとか、そっちが目的なわけではないと口では言いつつも、心の奥底に眠る密かな野望としてエッチな子の方が嬉しいなって思っている男性も絶対多いと思うんですよね。女性にも夜の営みをたくさん楽しめる男性と付き合いたいって思っている子は多いですし、みんな恥ずかしがることではありませんよ。性欲が強い女性を彼女にしたいと思う人は、ぜひ今日の動画を参考にしてみてください。今日の動画では性欲が強い女性の特徴について解説していきます。普段目に見える部分から男性には見えない部分についてまで細かく紹介していきます。面白いなと思ったらぜひコメント欄で感想を教えてくださいね。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、下ネタ好き。女性は頻繁に女子会を催しますが、そういう場で下ネタトークを繰り広げる女性たちは多いです。絶対に全員とは言い切れませんが、みんなほぼ確実に誰々とやった、あの人とホテルに行った、彼氏と最近できてないなどというネタを楽しんで話しているものなんですね。そしてそういうネタに興味があり食いついてくる女性は特に性欲があるという特徴も持っています。性行為にもともと抵抗がある人だとそういう会話自体が苦手です。よくわからないし、そんなこと話して何が楽しいんだろうって思うんですね。でももともとエッチなことに触れる機会が多い生活をしていたり、興味を深く持ってる女性ならやはり下ネタトークも好きで、自分からも話しちゃうし、人の話もどんどん掘り下げようとします。男性の前でも下ネタを堂々と話す女性は特にオープンな人なんですよね。私の周りにもそういう女性はいますが、やはり性欲はそれなりにある方です。ただまあ男性の前で下ネタを話さない静かそうな子でも本当はめちゃくちゃ性欲が強いってこともあるんですよね。心の中で何を思っているかはみんなわからないものですね。2、ホルモンの分泌が多い。性欲が強い女性はホルモンの分泌が多いと言われます。とはいえ、どこでホルモンの分泌が多いなんて見分ければいいんですかと思いますよね。例えば性欲が強い女性は体毛が濃いとよく言われますね。この体毛の濃さは男性ホルモンの分泌量の多さが関係しているんですよ。そしてこの男性ホルモン、実は裏では天然の媚薬とも呼ばれています。つまり男性ホルモンがバンバン出ると体毛も濃くなりやすいし、やる気が出るってことなんですね。また女性ですから、もちろん女性ホルモンの影響も受けるんです。女性ホルモンも多く出ると大事な人の子孫を残したいという本能的な力が働いてムラムラが強まります。一般的に女性ホルモンが増えた時に目に見えて出てくるサインというのは、胸が膨らむ、体がふくよかになってくる、なんとなく顔が魅力的になるというような部分です。これは完全にオスを誘っているということですよね。男性ホルモンでも女性ホルモンでも分泌の多さと性欲の活発さは比例するということなんですね。3、イライラしていることが多い。イライラしている女性も性欲が強い場合が多いです。これは欲求を満たしきれていない、だからイライラしているというふうに捉えられるからなんですね。私の友人にもまさにこのタイプの女性がいました。彼女は結婚していましたが、旦那様となかなか夜の営みができていなかったんです。満たしたい欲求が毎日、今日もダメ、今週もダメと満たされずに積み重なって、彼女は常にイライラしていました。おそらく彼女自身の性欲がそもそも大きくなければ、その状況でイライラすることはなかったんですよ。彼女の性欲があまりにも強いからこそひどくイライラしていたんですね。結婚しているから性欲を満たすための相手はたった一人です。これはただの恋人でも一応同じですよね。実際に性欲が強すぎるから浮気をする人もいるけど、それも結局性欲を満たしきれないストレスに耐えられない結果です。パートナーと満足にできない、恋人が欲しいのにできない、都合のいいセフレができない、そうやって毎日溢れ出る性欲を満たせなくてイライラしている女性も実際にいるってことですよ。4、好奇心旺盛。性欲が強い女性は一緒にいると好奇心が旺盛だと感じることがあります。あらゆることに対してやりたいとかやってみたいとか、そういう勢いがあるということですね。これは特に20代の若い女性に多いと思います。飲み会も積極的に参加するし、新しいメンバーとも楽しく遊ぶし、他の人なら躊躇しそうなことでも、面白そうだよね、
なんて前向きに行動しちゃう感じの女性は、何事においても積極的な人だと言えます。そしてその意欲が性的な方に向けられることだって確実にあるんですよね。反対のパターンを考えてみるとより分かりやすいかもしれません。飲み会にも参加しようとせず、新しいメンバーだと緊張して全然話せなくてすぐに一人で帰ってしまうタイプの女性が性欲が強いってことはあまり考えられません。性欲を満たすために行動しているという雰囲気が見られないからです。もしそれで他のどこかでたっぷり性欲を満たしているのなら、それはそれでびっくりしちゃいますけどね。一般的には意欲的に行動して男性とも意欲的に関わる女性こそ性欲が強いタイプだと言えると思います。5、下着に気合が入ってる。女性は今夜は絶対にやると思っているときは必ずお気に入りの下着をつけるんです。彼氏とのデートや気になっている男性とのデート、楽しみにしている飲み会の時でもお気に入りの下着をつけていきますね。私が思うに、性欲が弱い女性や最近ご無沙汰ですという女性だと、おしゃれな下着よりもつけ心地の良さや楽を優先してワイヤーが入っていないブラトップなどを着ていることが多いんです。もちろんブラトップを着ているから性欲がないとも言い切れないんですが、男性をドキドキさせることに一生懸命でお気に入りの下着をつけて気持ちを上げていこうとしている女性の方が性欲の強さや性欲を満たすことへの執着心は確実に強いんですよね。まあ脱いでもらわないとわからないからリアルな見極めにはこれは使えないですけど、間違っても気になる女性に今日の下着は？なんて聞いたらダメですよ。一発で引かれちゃいますし、セクハラで訴えられますから。6、スタイルがいい。腰のくびれがしっかりあってお尻がキュッと上がっている女性は性欲が強い確率がとても高いです。日頃から男性に見られることとか男性に触られることに対して準備をしている女性は積極的に運動して体を引き締める努力を重ねているものなんです。腰のくびれはないよりあった方がいいし、お尻もたるんでいると魅力的じゃありません。姿勢も良くした方が胸も上がるから、男性からいい女だなって思われたい女性は見た目やスタイルの完成度にこだわるんですよね。実際に見られる機会も全くないとか見せるつもりもありませんという女性であれば、目的も目標もなく綺麗にする必要がないからだらしない体になっていることがほとんどです。もちろん健康管理で鍛えているだけの女性もいるし、彼氏という安定した存在がいるから性欲はあるけど油断して引き締めていないっていう女性も実際にはいますよ。いろいろなパターンがあるとは思いますが、男性をドキッとさせるために体を引き締める努力をしている女性がいるのも事実です。男性に抱かれる機会に恵まれている女性や男性にたくさん抱かれるつもりでいる女性は結果的にスタイルがいいことが多いんですね。以上、性欲が強い女性に見られる特徴についてご紹介しました。6つの特徴について解説してきましたが、いかがでしたか？いろいろな特徴を持つ女性がいますが、誰でも性欲を満たしたい相手は自分で選びます。誰でもいいってわけではないんです。だから魅力的でセクシーで性欲が強い女性と仲良くなりたいと思うなら、お相手してもらえるいい男をまずは目指さないとダメですね。ちなみに今日紹介した6つの特徴は 100% が全員に当てはまるものではありませんから、ご注意を。あなたが勝手に性欲強そうと思っても完全に思い違いってこともありますからね。ここでお話ししたことはあくまで大きな可能性の一つと捉えてくださいね。よろしくお願いいたします。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。